皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 A-です。ちょっと A がですね、プライベートすぎましたんで、もう一回A-ということで、これから南川添に行っています。でそこでですね、オスプレイの佐賀空港配備、これもう本当無理筋ですね。この無理筋をやめさせるためにですね、おはようございます、ごきげんよう、お話をいたします。で、自分は保守だと考えておられる皆さんに、今日は特に聞いていただきたいですね。私も若い頃ここの自民党の青年局長をしてですね、保守派の論客と言われたこともあります。アメリカで安全保障を学んできました。しかしですね、よくよく皆さん、認識をしていただきたいのは、米ソ冷戦時代の安全保障と今の安全保障とではもう全く質が違うし、私たちは独立自尊、敗戦国でですね、アメリカに7年間占領をされて、そしてその政治、保守の政治というと、アメリカのその世界戦略の中で、かつては不沈空母っていう言葉がありましたね。その当時はロシアに対して、列島そのものが、日本列島そのものが沈むことのない空母だとまで、従属をしていた。その時代の保守っていうものはですね、世界的に言うと保守ではないんですよね。むしろ傀儡と言っていいし、もっと言うと、アメリカの戦争への、なんて言うんですかね、言葉を選ばなきゃいけませんけども、番犬と、ポチって言葉を使った人がいますけど、なかなかその犬とかそういったものに例えたくはないんですね。だけど保守だと言ってる人たちの思考停止で、本来であれば米ソ冷戦が終わった時点で、新しいその人間の安全保障を中心とした安全保障に切り替えなければいけなかったのが、当時の日米同盟って言ったことが惰性で続いてきたんですね。で、その惰性で続いてきただけではなくて、そこで出てきたのが非対称性の脅威というものでありました。で、非対称性の脅威と言ってもですね、その脅威のもとは戦争や自作自演の戦争や、今アメリカ大統領選挙もいよいよ今年のですね、11月に向けてヒートアップしてますけども、そのまさにそのアメリカの建国の歴史の中で、自作自演の偽旗作戦というんですね。偽旗、旗を、偽の旗を立てて、その下で多くの若者が血を流し亡くなっていっている。で、そんなバカな話がですね、今の時代も続いているんですね。で、私たちの敵は非対称性のテロリストだっていうふうに、今の20代の皆さんは教え込まれてるかもわかりませんが、世界のそのテロリストに資金を誰が供給してますですか？誰がそのテロリストに武器を渡してますか？なぜその非対称性のですね、国家でもない人たちがあれほどの軍事力を持ちますか？そこを考えていただきたいんですね。つまり、後ろにある構造で、今日これからオスプレイのですね、反対集会、左派から右派まで多くの人たちが集まってきています。でもですね、今必要なのは、自分は右派である、自分は保守であるっていう人たちに向けて、その人たちがやろうとしていることは全く保守でもなければ、安全保障を、日本の安全保障を強くすることでもないということをですね、そもそもオスプレイが企画をされた1970年代の終わり、あれからもう
それこそ半世紀近い時が経ってますね。でもう今や、コンピューターまさに電脳戦の世界ですね、陸海空宇宙からもうまさにサイバーの中に来てるわけです。でしかもドローンの技術もものすごく発達しましたね。 AI の技術も。でその時にこの飛行機とヘリコプターの中間体のようなオスプレイがどういう脆弱性を持つかということもよほど考えた方がいいと思いますね。だってあの安全保障はですねどこまでも現実ですから。コンピューター上のシミュレーションゲームと違いますね。そこで火力が使われ、そして人が亡くなり領土が削られ、そういう現実なんですね。でオスプレイで言うと、あの普天間に配備をされている23のオスプレイ、もう今何機になってるか皆さん数字おっしゃれますか。でこの佐賀空港はですね、ちょうど私が視線をさまようきっかけになった、2014年の8月にですね、あの突然、佐賀空港のオスプレイ配備が言われてくるわけですね。でその年は何、その時は何だったかというと、沖縄の知事選挙でまさに尾長知事を中心としたですね、尾長さんももともとは自民党の沖縄県連の幹事長ですね。その幹事長の尾長さんに対してですね、がこれじゃあダメだと、あの安全保障新しい時代に入ったにもかかわらず、もう100年一日のごとく日米同盟と言ってると。日米同盟ってその日米のパートナーシップは大事ですよ、だけどもう本当にその従属をしているパートナーシップっていうのはそれはありえないですね。皆さん、あの米軍が日本を守るだけに日本に駐留してると、まさかそんなお花畑でいる人はいませんよね。米軍は日本に何のために駐留してますか。世界の中でこれほど多くのですね、あのホストネーションサポートって言いますね、日本語に直すとその思いやり予算、これほどの思いやり予算を出してる国他にありますか。ないですよね。これほどの施設をですね、無条件で、ほとんど無条件で、そしてこの日本のこの綺麗な空も自由に、この私が今ここにいる佐賀にいるですね、この空も米軍は自由に飛べますね。オスプレイロスの上空飛べますか。ニューヨークの上空飛べますか。なぜ日本のこの佐賀市や東京の上空は飛べるんですか。まさに従属国だからじゃないんですか。それは対等のパートナーシップじゃないでしょう。でこの後ですね、私あの藤丸さんっていう、古賀誠さん先生のですね秘書さんで、時々あの佐賀便でも一緒になります。大きな体のですね、気のいいあの代議士さんです。私もあの自民党時代からあの宏池会でしたから、あの古賀誠先生の事務所の皆さんにも本当にお世話になりました。でその中で藤丸さんがこの佐賀に来た時に、防衛政務官として言った言葉、あの時は小野寺さんが防衛大臣でしたね。でなんて言ったかというと、中国をなんとかしてくれと小野寺さんがアメリカにで言ったと。そしたらあんた方もなんかやりなさいよと、そんなアメリカにだけ頼むんじゃなくて、なんか買ったらどうですかと。それがオスプレイですね。でそのことを藤丸さんが正直に言ってくれたわけです。
国会で私も復帰してですね、藤丸さんに本当のことを言ってくれてありがとうということで質問をしました。別にあの政務官をギリギリと詰める気はないですね。だけど彼が言った言葉っていうのは本当にあの本音の本音の本音、そして、小さく産んで大きく育てようということも言いましたね。アセスがありますから、そのアセスに引っかからないように、小さく佐賀空港で、しかも当時は、米軍オスプレイもここに来るということでしたけど、あまりにも反発が強いんで中谷さんが、米軍のオスプレイについては他の空港と横並びで、検討をしますと、佐賀空港だけ決め打ちするんじゃありませんと言いながらも外してないわけです。横並びでやるって言ってるだけで、あの米軍オスプレイが来ないなんてことは一言も言ってません。いや逆に言うと、来なければオペレーションできないわけです。なんとなれば日米のガイドラインを見ればそれはもう明らかですね。アメリカと日本とが一体となって防衛をすると。さっき、米軍は日本に、日本を守るためだけにいると考えておられる保守の方いませんよねって言いましたけども、答えは皆さん見つかりましたか？米軍は何のためにいるんでしょうか？米軍はですね、駐留軍として来ました。つまり日本の再軍備をさせない、日本の線として来たわけです。だから私たちの空、私たちの空、皆さんが保守だと言うんであれば、私たちの空は私たちが開発した飛行機で守れることができますか？できないでしょう。私たちは空に手を出すことを随分長い間アメリカから禁じられているんです。米軍のオスプレイ、このオスプレイ1機いくらですか？220億超えますよね。オスプレイ皆さんご覧になったことあります？意外に小さいものですよ。でも爆音はものすごいです。220億あれば何ができます？一機ですよ。しかもあの給油中にルーターに給油ホースが当たって墜落しましたね。脆弱ですよね。私はあの移動のための防衛のヘリコプターは必要だと思ってます。だから何でもかんでも反対、いやむしろ防衛のですね、様々な危機にあの疑問を持ってやめろと言ってきたのはこの国会議員になってからです。フォーリンミリタリーセールスと言ってですね、もう今や7000億も米軍からお金を払って、そして、できた時私の、しかもお金払ってても来ない、そういう条件の中で有償軍事援助を受けてるっていうのが日本ですね。米軍は何のためにいるんでしょう。蓋のため、そして世界の警察官として世界の3分の1をのスプレッド、扇の要がこの日本なんです。その扇の要はにいる米軍は、例えば沖縄でいうと海兵隊、強襲用の部隊ですね、非常な、に訓練に耐え抜いた部隊ですけども、他国にトレーニーっていうんですが、あの初任兵を渡します、初任兵を出します、大事な同盟国に初任兵を出します。日本にいる米軍の海兵隊員はトレーニーで来る人が多いっていうことを言われてきました。なぜ沖縄であれほど多くの女性に対する性的暴力、レイプですね、殺人、
本当にこれ独立国ですか？自分たちの国民を守ることができなくて保守っていうのはもうやめてほしいですね。いやー、カジロー、そがん言うたって、アメリカに逆ろうたって、お前もやらるぞと、お前もあんまり強化不意せんがよかぞという人もいます。今佐賀弁ですから、標準語にしないとわからないかもわかりません。和弘、あんまり強いふりをするな、強がるな、アメリカに逆らったところでお前までやられるぞ、いい加減にしろやという友達もいます。しかしですね、安全保障に効かないものは効かないでしょう。そして日本が敗戦後75年経って今なお真の独立を達成できないっていうのは、それはおかしいと思いますよね。ぜひですね、皆さん、これを今日この後約1時間ですけども、南川添で話をいたします。私は今日いただいた時間は15分ですね。で、この15分の中で今の戦争やこの状況で、もうとことんまで来てますね。時間がないとか言ってですね、漁期にこんなオスプレイの配備を漁協と話すなんてことはなかったんですよ。漁業も非常に厳しい状況、農業も厳しい、コロナで売り上げも厳しい、厳しいことを利用して相手の足元につけ込むっていうのは卑怯というもんです。海苔の漁期にですね、もう何が何でもこの際、ねじ伏せてやれと、この春にはですね、ありもしない、飴玉を見せてですね、あれもできます、海苔のその乾燥機も買ってあげます、道路も作ります、集会所も作ります、何でもかんでも作ります、じゃあ予算いくらですか、安定化基金いくらですかっていうと1000万円、1000万円で海苔の機器の補助できますか。本当にね、なんていうかな、主権者をバカにした嘘を言うのをやめなさいっていうことを防衛省に伝えました。オスプレイで 100億の基金が入ると、それ皆さんに来ますか。来ないでしょ。いや、和弘さん、工事の出くんないよかやんねえ、見てください、工事の出くんないよかやんねえ。でもそれあなた方が工事しますか。違うでしょ。目先のことでですね、今だけ金だけ自分だけで判断をしちゃいけないっていうことを申し上げて、さあもう会場に着きます。皆さんにくれぐれもよろしくお願いいたします。この辺僕のポスターが少ないですね。ぜひまた皆さん、どうぞよろしくポスターのこともお願いを申し上げて、今日の朝のご挨拶 A-に変えます。たくさんの皆さんが聞いていただいてありがとうございます。前ですね、運転しながら配信すんなっていう人がいましたから、運転はしてません、はい、私は助手席に座ってます。じゃあごきげんよう。今日土曜日ですね。良い一日をお過ごしください。ありがとうございます。そうですね、運動神経のいい人ばっかですね。運転上手ですね、勝田さん。佐賀県のですね、チャンピオンですからね。うちチャンピオン多いですね。柔道日本一の製作所さん、佐賀県三段跳びのチャンピオンの第一所さん、第二所さんは歌ですね。みんな、あと亀ちゃん、
亀ちゃん、大仁田先生とプロレスラー、世田谷学園ですからね。本当、みんな強いですね。東京で運転してくれてる岡本さんはボクシングのチャンピオンですもんね。そういえばうちは格闘系多いですね。じゃあ、ごきげんよう。失礼します。